3月のじゃあどこで買えるかってなった時に、平気でこういう2億円の強盗とか窃盗する人たちがいるから、じゃあ日本に帰ってきたら、僕が言ってるように警察よりも闇の組織に暗殺される可能性はあるんですよ。だってガーシー任意の事情聴取が入って2日後3日後に押し入って2億円持っていってるやつがおるんですよ。実際そういう人がガーシー以外色と喋ったらまずいから、殺しに来るかもわからんでしょ。立花さんの方からそのガーシーさんが帰国した場合に命の危険があるというようなお話があったかと思うんですけども、昨日あの収益者オンラインというネット記事に、やはりあのそのようなことが書かれていて、でガーシーさんがあの帰国しないのはその警察を恐れているのではないと、でちょっと読ませていただきますけど、憤怒した芸能界は闇の力を使ってガーシーの生命かっこ弾を取ろうとしているという情報は私のもとにも伝わってきているというふうに書かれているんですね。こういうことが書かれたことについて何かコメントあればお願いします。はい、まさにその通りですね。私も相当、先々週からバッチ詐欺と言われるもの、俗に言うバッチ詐欺なんですけど、これ調べましたが、バッチ詐欺という名前であって決してバッチ詐欺という事件がいわゆる警察として受理されているという事実はつかめておりません。でそのバッチ詐欺をしていると噂されている方とガーシーがYouTube の制作で、協力をしてたっていうことまでは把握しております。つまり今そのガーシーが YouTube を作成するときにパソコンを提供してもらったり、YouTube のアップロードの仕方とか収益の仕方を指南いただいた方が4億6000万円ほどのですね、巨額の窃盗事件、本人は強盗だと言っておりますが、いわゆるその被害者の方が強盗だと、それなりの根拠をもとにですね、あれ12月29日に4億6000万円、荻窪署の被害届では2億までしか認定されてないですが、これはもう実際荻窪署は2億という被害届を受理しています。危険なんですよ。もうその2億であろうが4億であろうが、そういったお金がガーシーの、YouTube をやってた人のお家から強奪されているのか盗まれたか分かりません。いずれにしてもバールでこじ開けて持っていったと。でこれはもしそのガーシーの、取られた人がですね、通報が悪いお金であれば警察に被害届出すのかなと思うんですよね。でとにかくその辺のですね、私も情報を一生懸命収集はしてるんですが、ちょっとその危険な人たちが絡んできてることも間違いない認識ではあります。ちょっと報道されるのが気持ち悪くないですか。朝日新聞さんだけは報道してくれてますけども、ガーシーと一緒に YouTube を作っていた人のおうちに昨年12月29日に窃盗なのか強盗団が入って、少なくとも2億円のお金が盗まれているわけですよ。そういう人たちと、ガーシー僕は巻き込まれたと思ってますけども、でもね、お金をその損した人たちからすれば、何百万何千万何億の人からすれば、一番そこの中で目立ってるのがガーシーですから、現に、昨年の7月の5日ぐらいだったかな、新松戸駅でガーシーの選挙運動を妨害する方がいらっしゃって、その場で現行犯逮捕しましたけども、いまだこの人勾留されたままなんですよ。全然自分の罪認めてらっしゃらないんですね。だからちょっとね、さすがに危険な状態ではあるなっていうのは、ちょっとね、メディアの皆さんがそこら辺をやらない方が逆に危険だなと思うんですよ。 NHK の犯罪やそういった2億円を超える窃盗を、読売新聞はなんかガーシーの事件ばっかりやるけど、読売新聞そこ取り上げないですよね。ちょっと気持ち悪すぎるんですよ。だからそういう意味ではそういったところがクリアになるとか、まだその犯人捕まってないわけですよね、その2億円取っていった人。じゃあガーシー帰ってきてって言える状況かな。仮に帰ってきた人もどうやって、こちらも警備費がかかるんでっていう感じですね。前回の時に NHK の郵便法違反を国税調査権に基づき国会が追及しないかなという理由で参議院に行きませんよと吉田類を出されたと思うんですけど、この理由だと NHK の郵便法違反が
判明するよりも前に国会に来てなかったことに対しての理由にはならないし、もしこのことが理由だったら、なぜ同じ NHK 党の浜田さんは国会に出て、ガーシーだけではこの調査権を国会追及しないからと出ないのかっていうところも疑問を感じる方がいるかなと思うんです。そこら辺についてはどうでしょうか。はい、ですから、NHK の郵便法違反っていうのは12月の14日に明るみになりましたと。でその後警察の受理が21日ですので、一切そこから報道されていないと。すごく大きな重大犯罪ですので、それを報道しないことを、国会がそれを追及しないことがどんどん分かってきたわけですね。まあ、1月23日に公開が開いてということで、でもう毎日のように今日もこのように公開質問状をですね、各総務員の先生にも送っています。とにかくこの国会議員の中にまともに仕事をしようとする人がいないんですよ。今 NHK が犯罪をしているにもかかわらず、国政調査権を使って調査をしようとする国会議員がいないんですよ。で一方でただただ国会に出てこないだけで国会議員を辞めさせようとする国会議員がいるわけですね。それに対して恐ろしいって言ってるんです。だから NHK の郵便法違反を追及しない国会にガーシーが戻ってきてもまともな議論ができるわけがないから戻ってこない方がいいよと。それはおそらく国会議員が選んだ内閣が、まあ、警察や検察もあるいは場合によっては裁判所まで人事的に牛耳っている恐れがあるから、不当なそういった罪を着せられる恐れがあるので帰ってこないという判断をしているということです。時系列は別にあって間違ってないと思いますよ。緊急帰国するってやった時に警察に保護をお願いしますってやれば、それなりの保護はこういう状況だと警察も対応してくれるんじゃないかなと思うんですけども、それはしないでしょう。こちらでもちろん警備をつけなきゃいけない。いやだからそういういわゆるその闇組織という言い方でいいのかな、そういう彼自身の身の安全というのもある一方で、申し上げている通り不当な刑事罰を課せられるのではないかという疑いは晴れないですよね。今回のこの国会での除名処分というのも我々もいかんともしがたいわけですよ。少数会派だから。でまさか僕は共産党なんかがやめろって言うとは思ってなかったですよ。どう考えても国民が選んだ国会議員が特に国会に迷惑をかけてるわけでもないわけですよね。なのに辞めさせるっていうことは民主主義の原則から考えれば6年っていう任期があるんだから待てばいいわけですよね。もうそんなことするんだったら寝てる議員も全部懲戒処分してくれってなるじゃないですか。居眠りしたら懲戒処分やってくれみたいにどん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 やりづらいその議会運営になっていくんじゃないのかな。だからそういうこう元々の国民主権っていうことが分かっていない国会議員がここにいて、でその国会議員が選んだ内閣があって、その内閣が選んだ官僚、警察も官僚ですから検察もね、そうなると恣意的に必要以上の罪を着せる可能性っていうのはこれまでもあったじゃないですか。まさに堀江門が僕はその一人だと思うし、それ以外にもあったじゃないですか。でそこにぶつかっていってるんですよね、ドバイっていうところで。だから新しい政治の試みなわけですよ。その都合の悪い人間は捕まえて刑務所に送ってしまえっていうことをこれまではやってきたわけですよね。それをガーシーが帰ってきたら彼が持ってるこれからの情報が出なくなるわけですよね。僕はそっちの方が怖いんですよ。だからもっともっとガーシーが持ってる情報っていうのはドバイから発信してもらいたいと思ってるので、彼の身の安全っていうのもそうです。それは身の安全っていうのはもう具体的な有形力の行使だけじゃなくて、彼が不当に拘束される、いわゆる刑務所に行かされるとかっていうことも含めて彼の口を止めたい人がいるんではないか。であれば確実に安全なドバイに残ってこれからも議員じゃなくても発信はできると思いますから、 NHK 党としてそれをサポート応援していこうという考えです。昨日実は参議院議長にガーシーが帰国しない理由っていうのを出したのを皆さんニュース
というか、うん、YouTube 見ていただいてると思うんですけど、あれ理由は NHK の郵便法違反をマスコミや国会議員が取り上げないからって書いてあるんですよ。で、このような腐った権力者がいる日本には帰ってこれないっていう、1行目と2行目は NHK の郵便法違反をマスコミや国会議員が取り上げない、だから腐ってるって書いたわけですよね、国が。なんか見てるとね朝のテレビ朝日も昨日のニュースゼロ、日テレも全部その腐った権力者がいる日本に帰ると不当な処罰をされるからっていうだけを切り抜き出してるんですよ。で、あの裏側でどんなことがあったかっていうのをちょっと解説すると、これまでまあ1ページ半とか書いたのを4行だったら全部紹介してくれるだろうなと思って、で、そのフジテレビの記者は、フジテレビはちゃんと一応まあ書いてはくれてるんですよね。で、フジテレビの記者であったりとか日本テレビの記者とかもちゃんと書いてくれてるんだけども、上で全部消されるんですよ、いわゆるデスクのレベル。だから現場では約束はしてるけども上で消されちゃう。で、橘さんこれね、ちょっとやっぱり書きすぎなんですって言われました、昨日日テレの記者に。要は上の郵便法違反だけの一行だけだったらここを使わざるを得ないから、で、下のそれ書いてるとどうしても上がカットするんですよねと。ただ第一じゃないですか、上と下と。要は郵便法違反をしている NHK をね、犯罪者とか NHK がいくら10億円前後の犯罪による利益を得てるっていうわけだから、そこって報道してほしいわけですよね。それを報道しないからガーシーを迎え入れないっていう理由を無視して、なんか日本の権力者が腐ってるからって俺たち頭おかしな人になるじゃない根拠も示さずに権力者が腐ってるから日本に帰ってこないなんて言ったら、もうそれこそどっかの宗教と間違えられるわけでしょ。でも現に NHK が犯罪をしてるっていうことはもう NHK も認めてるし、警察も受理してるわけじゃないですか。今日僕がさっき言ったように捜査って言えないんですよ。もう今日こう届け出たらもう言っちゃいかんのですよ、捜査情報の秘密ってなっててね。国会議員には国政調査権があるわけですよ。マスコミが動かなくても国会議員は森友学園やいろんなね、まあ疑惑があった時には国会で質問することができるんですよ。捜査権は警察、調査権は国会議員にあるんですよ。なのに他の政治家が全く NHK の郵便法違反について触れない、こういう状況で皆さんこれ分かったでしょ。昨日の俺の YouTube 見たら分かったでしょ。え、橘さんが記者会見に言ってたことがテレビのオンエアでは全く違うように伝わると。 NHK の犯罪を報道しないマスコミがいるからガーシーが帰ってこないが理由なのに、腐った日本の権力がガーシーに重い罪を着せるかもしれないからだけ取り上げると、全然だから要は暴漢に襲われていた人を、女性が殴られてるところを入っていってそいつをバコーンって殴ったっていう正当防衛なのに、女性が襲われてるっていうのを無視して急に殴ったって言われてるようなもんなんですよ。そういうことですよね。これがテレビの編集権というものです。まあ、皆さんご存知とは思いますが、先日22日参議院の国会議員に初めて立たせてもらいました。ガーシー議員の欠席の弁明の方をさせていただきました。で、まあ、やっぱり弁明中に尾辻議長がですね、まあ、遮ってきたことについてはやっぱりちょっと問題としては取り上げたいなとは思っております。どうしてもメディアがこのコラボ問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間はコラボ問題を追及する質問主意書を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み質問主意書を提出できなくすることで、このコラボ問題に注目が集まることを防ごうとしている可能性をここで指摘させていただきます。あの弁明の時にはですね、会場にいないと分かんないんですけれど、ヤジは確かにすごかったですね。で、すごかったんですけれど、はい、で、まあ、それに関する報道あってですね、与野党からのヤジとであったんですけど、まあ、それは正確ではないかなと、はい、思います。まあ、つまり与党は
多分あんまりというかほとんどやじ飛ばしてないですね。弁明が始まった後はですね、弁明始まる前は確か西田昌司さんが、ガーシーって誰だよとかいうね、あのやじが飛ばされてたんですけど、うん、それ以外は、まあ、基本的にはもう野党、特に、左にいる、共産党さんと、まあ、右側の、はい、立憲民主党さんですね、はい、まあ、そこがもうすごかったですね。一方、立憲民主党は以前より国会の内外においてこのコラボを積極的に擁護する活動をしていることを承知しております。この度立憲民主党がガーシー議員の除名処分を急ぐ姿勢を見せたことには大きな問題があります。先日した通り、多くのメディアはコラボのずさんな税金の使途の問題等の報道をしない中、注目度の高いガーシー議員がこのコラボ問題を質問主意書として提出していることから、どうしてもメディアがこのコラボ問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間はコラボ問題を追及する質問主意書を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み、質問主意書を提出できなくすることでこのコラボ問題に注目が集まることを防ごうとしている可能性をここで指摘させていただきます。今回も浜田参議院議員の答弁中に議長が議長であるにもかかわらずわけのわからないこと言ってますよね。答弁の妨害ですよ。なんて言ってるか、ね、浜田君、一身上の弁明の範囲を超えないように発言をお願いしますって2回も言ってるんですよ。いや、それは聞き終わってからの話でしょ。話の途中で腰を折るような内容じゃないんですよ。議長にしてこのレベルなんですよ。ましてや発言中にね、それはあなたの一方的な意見でしょうとかヤジを飛ばしてる。そもそもヤジが違法なんですけど、ヤジの内容も憲法51条の趣旨とか全く分かってない方が国会議員としてやられていると。以前の立花さんの話だと、懲罰委員会になっても自民党も賛成することはないだろうというような話でずっと来たんですけど、まあ、現状そういったのが方向が変わっている。それについてはどうして自民党が有権者の投票を受けた国会議員でもこの来ないっていうことで懲罰委員会かけるという方に、なってしまった。そこはどういうふうに考えてますか。非常にいい質問ですよね。やはり1月11日にああいう強制捜査っていうのを、まあ、一部のメディアに、読売新聞に警察側がリークしたっていうところから、まあ、スタートして、本来は逮捕するためには逮捕許諾を取らなきゃいけないわけですね。でも一方で逮捕するような案件かというと、僕は調べれば調べるほどそうではない。任意の事情聴取でできるとは思ってるんですけども、じゃあ逮捕許諾を国会で得るためには警視総監が出てきて警視局長が出てきてってやらなきゃいけない。でもちろん被害者の誰が被害者なのか、被害届を出した人が誰なのかっていうのも明らかにしなきゃいけない。でそれをしたくないから除名処分を急いでるのではないかという疑いは非常にこれありですね。ちょっとそこの疑いをすごく持ってますよ。なぜそんなに急ぐのか、誰が困ってるんですか。別にガーシーが国会に来ないことで国民生活何が困ってるんですか。まるで彼が来ないことによって国民がなんか電気代が上がってるとか物価が上がってるから、じゃあガーシーが来ないから、じゃあ彼が来たら国民生活豊かになるんですか。説明の意味がちょっとよく理解できないんですよ。でも一方でいわゆる彼に対して逮捕許諾をするっていうことを、まあ、このまま除名をすると逮捕許諾しなくていいわけですよね。だからそういう意味では焦っているのかなっていう疑いはやっぱり持ちますよね。そこと狙ってることあるのと思うんですけど、まあ、むしろ除名にならなければ警察は逮捕許諾出すんでしょうかね。ちょっとそこら辺は逮捕するような案件ではないと僕は思ってますけど、はい、NHK 党が原告でですね、楽天のですね代表者三木谷博さんをですね、被告とした裁判提起します、提訴します。まあこれまでですね正面切って、楽天の三木谷さんに対して記者会見とかではね、まあ YouTube などではこう主張してきたんですけども、いわゆる裁判とか警察とかそういったところをですね一切やってこなかったんですが、いろんな証拠持ってます僕も。まあ三木谷さんがガーシーにね、口止め料を払
あったという話であったりとか、その金がですねガーシーには渡っていないこととか、もちろんですね三木谷さんがまあいろんなところでまあ女性をですねまあ女性に対してお金を使ってまあ悪いことをねしてるというのはもう間違いないんですよね。これはもう複数の証言とか証拠があります。にもかかわらずですね三木谷さんが警視庁にガーシーに対して名誉毀損で刑事告訴をしたと、これ結構ですね固い情報がもう入ってきましたので、しかもそれをですねどこも報道しないわけですね。 NHK なんか一番そうですけども、NHK なんか受信料でやってるんだから、三木谷さんはやっぱ取材しなきゃいけないですね。そういう取材もせずにですね、受信料払えと。そして、まあ、郵便法違反もですね、未だ、全然、まあ、NHK も最初だけやって刑事事件のこと一切触れないと。ちょっと本当この国腐りきっていると。で、ガーシーの除名処分の動き、懲戒処分の動きがですね、すごい加速してるんですね。で、これなぜかというと、その楽天の三木谷さんが刑事告訴をしていることをですね公にしたくないと、つまり国会で逮捕許諾請求というのをですねやると、まあ三木谷さんや綾野剛がですねガーシーをね警視庁に提訴しているっていうことがバレちゃうので、それを恐れてですねもうガーシーをですね逮捕許諾請求を警察が参議院に出す前にガーシーを除名しようという動きがどうもあるようなので、まあもう徹底的にここまで来るとですね、こちらの方としてもまあ攻撃を仕掛けていくということで、まあこれまでね、これでは通知が来ました。先ほど処分通知書、告発に至る立花隆の浜田聡殿、東京地方検察庁、まあ荻野何がし記念から、まあ要は NHK に対する刑事告発に関しては不起訴処分にしますって先届きました。なんか早くないですかっていうか、まあ、早いもそうだけど調べたのかと。でガーシーが質問をした質問主意書、日本放送協会郵便法違反に関する質問に関して回答来ました。岸田総理から範囲がないから、いわゆる故意か過失で言えば故意じゃないから、これは総務省としては内閣としては郵便法違反について検察に、いわゆる支局には被害届出さないという回答を過ぎてるんですね。なんかもう法律完全に無視ですよ。刑事訴訟法の239条第2項には要は公務員が犯罪を見つけたら告発する義務があるって書いてあるんですよ。なぜその義務を果たさないのかという質問に対して NHK がわざとやったわけじゃないから、いやでもこの犯罪郵便法違反に関しては故意過失関係ないんで、しかも犯罪によって得た額が10億円ぐらいって言われてる非常に金額の大きいものですから、まあ非常にやっぱこういう内閣と検察のこの不起訴処分って見てると、まあガーシーが帰ってきたくないっていうのもちょっと驚きましたよ。法律通り動いてないぞ。これもちろん両方とも行政ですから、検察庁も内閣総理大臣もね行政ですから、もちろんこの後検察審査会にも出しますし、場合によってはこれ司法の場で問おうとは思ってます。もちろん国家賠償にも問えるもんだと思いますよ。こんな勝手にね総務省が騙されてもいるのに、 NHK にね最初NHK から騙されてこれは犯罪じゃないって国会で言った後に訂正もせずに総務省が指導してる、行政指導してるっていうのは案件なんで、まあ本当恐ろしいですよね。ちょっとね背筋が凍る思いです。法律を知ってれば知ってるほど怖いですよ。これこのような行政の暴走は明らかですから、もうね僕もちょっとこの2つの書類が今日届いて、なんかもう政治家辞めたいなと思いました。怖くて。だからそら僕のような覚悟を決めてる人間すら怖いと思うぐらいだから、まあ僕はガーシーにお願いしたわけでね、そんなわけのわからんルールが通らないわけですよ。処分しないわけですからね。恐ろしいっていうのがっていう中で、本当にこれ今ちょうど本当にこれ会見の10分ぐらい前に届いたので、ちょっと驚いています。だからあまり
国家権力に逆らうっていうのは怖いんだろうな、まあ怖いことであるなっていうのはすごく今も感じますが、もちろんやめることはないです、やりますけどね。